はい、どうも皆さんこんにちは。本日もポケモン動画撮っていきましょうか。そしてレジェンズアルセウス、こちらの公式攻略本がようやく発売いたしました。おそらくこの動画出る頃には発売してるんじゃないかなと思いますが、皆さん購入されましたか？もしよろしければそこを踏まえてコメントいただけると幸いです。よろしくお願いします。さあ、今更ながらレジェンズアルセウスの攻略本が発売されたわけですが、値段がそこそこするんですよ。なんと値段が1650円となっております。まあまあまあ、妥当っちゃ妥当な値段ではあると思うんですが、ただ最近の攻略本ってめちゃくちゃ高いよね。例えば昔の公式攻略本とかであれば800円とか900円とかで、高くても1000円とか1100円とかそれぐらいだったんですが、最近の攻略本は高くて平気で1500円とか1600円とか、中には2000円とか2500円とかもありますからね。いやー、びっくり仰天よ。さあ、こちら見ていただければわかる通り、唯一の公式完全攻略本っていう形でオーバーラップさんから発売されております。で、4月16日土曜日に出たわけなんで、おそらくこの動画出る頃にはすでに全国の書店で出回ってるんじゃないかな。そして特典としましては、ゲーム内で高く売れる道具金の玉50個っていうことで、まあこれはついでなんで、別にこれが欲しいから購入される方っていうのはかなり少ないと思いますが、ただ少なくとも金の玉50個約50万円相当もらえるんで、ぜひ皆さんもらっておきましょう。ただこの50万円っていうお金、序盤であれば相当ありがたいけど、今さら50万円欲しいぜっていう方はなかなかいないんじゃないかな。どうなんだろうか。まあまあまあ、唯一の公式攻略本っていう形で240匹以上のポケモン図鑑であったりとか、設定資料集であったりとか、あとは先日の無料アップデート翡翠の夜明け、こちらの内容もなんと記載されております。だからまあ本当に完全攻略本よ。あらゆる意味で完全攻略本となっております。ただ、この件に関しては、以前から話が出ていましたが、今回公式ガイドブックに、完全版という記載がございますね。このことから、無料アップデートは今後行われないんじゃないかとか、ダウンロードコンテンツも今後出ないんじゃないかっていうことが言われてます。で、今日はですね、そこを踏まえた上で、改めて個人的な見解話していければなと思ってます。ですので、ラジオ感覚で聞いていただければと思いますね。よろしくお願いします。ただまあ、完全版って書かれていますが、この完全版っていう文言で、今後無料アップデートがあるかどうかっていうところ、そしてダウンロードコンテンツがあるかどうかっていうところ、判断するのが難しいかなと思っていて、おそらく1ヶ月前ぐらいの動画でも話していましたが、完全版と書かれていますが、ただ完全版で書いてあるにもかかわらず、継続的にアップデートが行われたりとか、その後にダウンロードコンテンツが出た作品っていうのはいくつもあるわけだから、あまり参考にはならないんじゃないかなと思ってます。ただ完全版って書かれていますが、特段そんなに気にする必要性っていうのはないのかなと思ってます。まあ少なくとも任天堂タイトルであれば、完全版イコール、今後アップデートが行われない、こういった意味ではないと思うので、まあそこのところは問題はないのかなと思ってます。だからまあそこに関しては安心していただいて問題はないと思っていますが、ただ一方で、現実問題として、このレジェンズアルセウスに今後追加のアップデート、そしてダウンロードコンテンツが出るかっていう話は全く別問題なわけだから、まあ結局どうなのかっていうところですよね。で、このレジェンズアルセウスが発売したのが1月28日、で、動画撮ってるのが4月の16日ですので、あともう少しで発売してから3ヶ月となります。なんかもっと前から出てそうな感じがするんだけど、カレンダーを見てみると、実はまだ3ヶ月も経ってないわけよ。だからまだまだ新しいゲームなわけではあるんですが、ただ無料アップデートについてはどうなんだろうな。翡翠の夜明けが追加されましたが、まだこの先もアップデートが行われるんじゃないかっていう伏線があったりとか、あとは翡翠の夜明けで追加されたイワークのサブイベントで、あちらに関しても中途半端な状況で終わっちゃってるから、あともう一回ぐらいはあるんじゃないかなと思っていますが、どうなんだろうね。ただ少なくとも新しいポケモンは出ることはないんじゃないかなと思いました。当初は137匹の枠があるとか、メガ進化が内部データにあるとか、 Z 技が実装されるとか、様々なことが言われていましたが、ただ現時点では特に何も公式から続報であったりとか
これといった動きはないんで、多分実装されることはないでしょうね。まあそもそも途中から Z 技とかメガ進化とか、そんなものが追加されたらおかしな話になるわけで、そしてここから新たにまたポケモンが追加されるっていう、そういったことも考えがたいのかなと思いました。そもそも翡翠の夜明け、一応無料大型アップデートっていう形で追加されましたが、ただそこでも新しいポケモンっていうのは見受けられなかったんで、まあそれを踏まえると少なくとも無料アップデートでの追加っていうのはないでしょ。まああるとすればダウンロードコンテンツか。ただダウンロードコンテンツに関してもセレビーが来るんじゃないかとか、譲渡編が来るんじゃないかとか、まあ様々なことが言われていましたが、ただ結局どうなんだろうなっていうところですよね。まあ譲渡との伏線っていうのもたくさんありますが、ただ公式の動きを見てると、やっぱりスカーレットバイオレット第9世代、こちらが今年の冬に発売するっていうことで、こっちの方に舵を切ってる感じがするし、そもそも第9世代が今年の冬、具体的にはあと7ヶ月後かで、来月で半年後に控えてるわけだから、それを考えるとダウンロードコンテンツ出るっていうのは結構スケジュール的にも厳しいところがあるんじゃないかな。どうでしょうか。まああるとすれば1回だけかな。剣盾みたいに2回やってくるっていうことはないでしょうね。まあ本当に来るとすれば譲渡編だけやってくるみたいな。たださすがに無料アップデートで新しい地方の追加っていうのは考えがたいから、まあ地方追加であればダウンロードコンテンツで、ちょっとしたサブ系の追加であれば無料アップデート、まあこういった住み分けになるんじゃないかなと思ってます。まあこれに関してはほぼ間違いはないと思いますが、ただ来るかどうかって言われると、まあ当初はね、さすがに来るんじゃないか。200万本以上売れてるわけだから、国内パッケージ版のみでこんなに売れてるタイトル、逆にダウンロードコンテンツ出さない理由ってあるのかって思っていましたが、ただどうなんだろうな、本当にちょっと判断が難しくなってきたな。難しいですねこれは。マジでさ、アプデの伏線すらないからさ、まあスカーレットバイオレット関連に関してはちょこちょこそれっぽいものは出てますが、ただアルセンスに関しては本当に翡翠の夜明け以降は何もない状況が続いているんで、噂によると今月の末に何か新しい情報がやってくるんじゃないか、2回目のポケモンプレゼンツがやってくるんじゃないかとか、いろんなことが言われていますが、もしそれで何もなければ、まあ今後無料アップデート、そしてダウンロードコンテンツは難しいんじゃないかな。まああくまでこれっていうのは個人的な見解なんで、本当にどうなるか分かりませんが、ただまあ参考程度に受け取っていただければと思いますね。ただまあ個人的には本当にダウンロードコンテンツ出てくれたら嬉しいけど、ただ攻略本の話では別でやっぱり難しいんじゃないかな。ただこれがですね、例えばスカーレットバイオレット、こちらが来年発売であればダウンロードコンテンツの発売っていうのも普通に考えることができましたが、ただ第9世代がすでに発表されていて、で公式としても第9世代の情報も今後本腰を入れて出していかないといけないわけで、そして新 PV の公開も控えてると思うから、いろいろ忙しいと思うんですよ。であとは大パリメイクとアルセウスのポケホーム連携とかも控えてるわけで、そしてそれだけじゃなくて今公式インターネット大会、そちらも開催されておりまして、でそれとは別に本戦とかもあるし、もうとにかく大忙しだから、さすがにダウンロードコンテンツ発売まで手が回らないんじゃないかな。まあ出せば絶対売れると思うし、売り上げになると思いますが、ただこのタイミングでやってくるかっていうところですよね。もしやってくるとしたら自分たちが忘れてる頃、具体的には来年ぐらいとかに実装されたりとかするんじゃないかな。まあ少なくとも直近での実装は難しいんじゃないかなと思いました。まあ今話した話っていうのはあくまで自分が考えてることなんで、あまり気にしない方向でお願いします。はい、ということで今日の動画一旦終わりましょうか。まだチャンネル登録を済んでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃの。